はい、こちら、かわいモもんどです。リアルご新設をぶちかます。はい、ということでですね、今日も SSR セルテベーンスの時間やってまいりました。こちら、SSR セルテベーンス代表、かわいモもんどです。全水シルカとト検査会館館長でもあります。武道とご新設双方の観点から見ることができます。今日もよろしくお願いいたします。はい、えーとですね、まずは宣伝をします。えー、総合ご新インストラクター講座オンライン。こちらの方ですね、えー、今、やっております。ぜひともですね、入会していただきたいと思います。私、かわいモもんだとですね、こちらの SSR セルティフェンス代表としてですね、ゴシング術講座、こちらの方を担当しております。これはですね、対巨悪犯罪対応となっております。ぜひともですね、これを機会にオンライン講習、ね、こちらを受けていただきたいと思います。ゴシン術インストラクターのライセンスが取る。そして、ゴインストラクターのアティフィケートも取れる。ゴシン術の専門家としてですね、仕事を行うことができるということになってますので、ぜひともですね、皆様これを受けていただいて、ね、 え、先生になっていただきたいと思います。もちろん、それ以外の方でも、詳しく、もっと詳しく知りたい、ご心臓こと知りたい、という方は、えー、受けるといいと思います。ぜひともですね、受けていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。そしてですね、やルご心臓ブーチカマース、エセゴ心臓ブッコワセ DVD、こちらの方でございます。その他ですね、各種出てますね。ぜひともですね、購入していただきたいと思います。これはですね、ストアーズさんから購入できますので、ぜひともですね、説明欄見ていただいて、えー、リンクから行っていただきたいと思います。よろしくお願いします。 はい。そして、ドネーション、ドネーション、ドネーションですね。ドネーションの受け付けております。ぜひとも寄付をしてください。ねえー、サポートしていただくということはですね。 えー、いろいろな講習動画等もですね、公開することができます。皆様のためになる動画をですね、えー、公開することができますので、ぜひともサポートしていただきたいと思います。よろしくお願いします。えー、そしてですね、はい、これですね。リアルボシンツをぶちかませ T シャツとなっております。よろしくお願いします。うちの娘が作,を作画を担当しました。ぜひとも購入してください。そしてですね、こちらもですね、稲川モンドの、怖いな怖いな、うざいなうざいな,いな,いな T シャツこちらの方も出ております。ぜひとも購入していただきたいと思います。これもですね、スターさんの方から、えー え、購入できますので、ぜひとも、よろしくお願いいたします。はい。えー、今日のトピックなんですが、えー、今日はですね、ちょっと米返しっていうのをですね、えー、やっていきたいと思います。えー、もうすでに私書いて、えー、米返しはしてるんですが、一応口頭でもちょっと伝えようかなと。皆さん多分なかなか見れない方いると思うので、えー、そうしたいと思います。よろしくお願いします。えー、サーフィン様さん、えー、朝倉三来る選手が以前ナイフに襲われるドッキリで、ナイフには蹴りだと言ってましたよね。 世の中、あの動画で対破物には格闘技で対応できるんだと誤った真実が広く伝わったことが残念です。ということですね。はい。で、まあ、それに対して私がですね、えー、確かに社会的影響力のある方々がご情報を流してしまうと取り返しがつかなくなります。視聴回数は上がりますが、社会的にはどうなんでしょうということです。そして、サーフィンサマーさんからまたですね、言います。うちの道場にも若い方が朝倉選手のあの動画を見て、 誤神のために格闘技やりたいと思いました。と言ってきた人がいます。<laughs> これすごいですよね。うん。やっぱりね、YouTube の影響力ってやっぱり強いんですよ。まあメディアの影響力って強いじゃないですか。だから若い方は特にだと思うんですけど、もう影響されてしまって、あの、まあこれはもうファンタジー演出っていうこととかもわからずにですね、ああできるんだって言ってやっぱり来ちゃう方っていうのは多いんですよね。 これはね、気をつけた方がいいですよね。これはね、メディアはね、あの、メディアを公開してらっしゃる方っていうのは自分自身に責任を持って公開していただきたいと思います。はい。じゃないと、やっぱりね、勘違いしてしまう人が出てきますからね。もう、大破物には蹴り技はもう絶対終わっと。素手でやるとしても、素手の中でも蹴り技って絶対ダメなのでやったら。ね、公開しましたよね。動画をね。あれを見ていただいたらわかるんですけど、まあ、リンク貼りますよ。 ね、えー、やってはいけない。蹴り技は特にやってはいけないってことですよね。えー、なので、体術の中でも蹴り技はダメ。だけど、体術自体がそもそも危ないからっていうことですね。で、えー、世の中にはびこっている体波の体術っていうのは、まあ、ほとんど使えないです。ほとんど使えないです。私が公開した SSR 流の体波の体術だと、まあ、多少生存率が上がると。 ような形にはなってますけど、えー、だからといってあれを使えという気持ちにはならないですし、やっぱりゴシムだとか、身の回りを使うとか、防護たてを使うってことを一番大事だし、えー、危機管理術をちゃんとしっかりやってくださいねっていうところに行きますよね。はい。いやいや、まあね、いろんな情報が出てるから、それをね、ちゃんと分析して、本当に使えるのかどうかっていうのをですね、確認していただきたいと思います。はい、いきます。これが現実はさすまたを使って実証実験っていうやつなんですけど、えー、っとですね、これはですね、警察の方が、 え、こう、バカバカ、殴ってる動画、私見せましたよね。えー、多分ぶん、ま、年齢言ってみるかだと思うんですけど、まあ、強盗ですよ。強盗犯じゃないから。が、コンビニで、結局、警察に拘束されるとこなんですけど、さすまたを皆さん持ってきて、大勢、もう、10人ぐらい、10人以上いますよ、多分これ。で、みんなで叩いてるって、さすまたで。だけど、なかなか制圧できてないっていうとこですね。はい。えー、で、なんですけど、5月、5月5日、秋子さん。 え、さすまたを使うの、扱うの、あ、さすまたを扱うのに、それなりの訓練がいりますから、一般人が構えただけで何ができると考えない方がいいですよね。上級者は、体格が同じなら、3メートルは突き飛ばせますし、失神もさせられるみたいですが、要は、さすまたを使ったら上級者であれば、3メートルは突き飛ばすことができるし、失神もさせられるって言ってらっしゃるんですよね、この方。それに対して私の回答が、それなり矢印、かなりの訓練がいきます。 それなりじゃなくて、それなりの訓練じゃなくて、かなりの訓練がいる。はい。で、でもこのかなりの訓練をやったからといって使えるということじゃない。いや、むしろ使えないだろう。っていうことですね。えー、そして警察官のような武術の達人イコール上級者が複数でかかっても、たった一人の老人相手にこれです。動画内のように。ですね。はい。コンビニで取り、取り押さえてる動画ですよね。はい。みんなでこれでパッカッパッカ叩いてる。はい。ですから、 さすまたは上級者であっても武術の達人であっても使用をやめるべきです。ということですね。それを私書かせていただきました。はい。もうこれこの言葉の通りです。もうやるなっていう。さすまた使ったらダメってことですね。はい。使わない方がいいです。やめましょう。えー、無理ってことですね。はい。えー、っとですね。あとはですね、武道家イコール蹴りのプロ。VS。刃物を持ったゴロつき2名、ね。この動画に対するコメント。えー、っとですね。自分の身を守るためには武器だということですよね。 っておっしゃってるんですけど。えっ、ー、とですね、ここ。あの、なぜかというと勘違いする方がいるので、あ、武器、あ、何でもいいんだ、武器使っちゃったらいいんだってなっちゃうから、そうじゃなくて、武器イコールゴシングのことです。ただし、クボタン、タクティカルペン、特殊警報ほか、殺傷ゴシングではなく、非殺傷ゴシングしか携帯してはなりません。もしくは使用ですね。携帯呼び使用してはなりません。えー、催涙スプレーかっこ、ポリスマグナム限定、 スタンガン、フラッシュライト、グレアブラスター等となります。これらの携帯に関する法的問題については、他動画でも何度も取り上げてますので、ご参照ください。まあこれはね、もうここの法的な問題のことはもちろん話す必要ないと思う。なぜかというとも、ものすごく出してるので、ね、何回か何回か。繰り返し繰り返し言ってるから、はい、やっぱり勉強していただきたいなと、皆さんには。ええー、なんというか、その勉強欲っていうのを持っていただいて、学習欲っていうのかな。 持っていただいて、えー、自ら、自分自ら取り組んでいくってことが大事ではないかなと私は思います。はい。ですから、武器というと、基本は、えぇ、ー、特に法治国家、日本においては、武器というのは何でも OK じゃないよって、殺傷武器一つだとか、切っちゃうやつ、ナイフみたいなやつとか、特殊警棒とか、クボタン見たり、撲殺できちゃうやつとか、もしくは、えー、タクチカルペン見たり、こう、刺せるやつとかね。ああいうの全部アウト。ダメ。殺傷武器アウト。ですね。ドンキ系だとか、切りつけたり刺したりする。そういうの全部ダメ。 だけど、非殺傷っていうのは、例えばサイレスプレーでも、まあ、ポリスマグナムの場合なんですけど、当に使っても、えー、後遺症がそこまで出ない。ですね。で、えー、悪影響がない。ね、でそれで死亡することもない。ですねで。あとはスタンガンですね。テイザーとは違いますからね。テイザーガンではないですからね。スタンガンですから、普通は、はい、スタンガンは基本的に威嚇効果ですね。これはまあ設置させても、うわってなるぐらいだから、結局は、はい。これも私紹介してますよね。 で、スタンガン。もしくはフラッシュライトね。まあ、この場合は夜間じゃないと無理ですけど、えー、結局相手をある程度、まあ、動きを制限することは非常に難しいですけど、帰ってのを奪うという効果があります。はい。えー、なので、これ。そして、グレアプラスターの場合もね、一緒ですよね。点滅してパカ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 って点滅する。それとと、えー、警報が鳴るという、ブザーが鳴るというやつですね。はい。これも、まあ、そういった意味では使えるということですね。 これらはもうすべて私動画で出してますので、そちらの方を見ていただいたらいいかなと思いました。さすまたがもし押さえた後に手動でめっちゃきつく締まるようになったらどうなるんかなこれってそういう商品ありましたよね。これってそういう商品ありましたよね。グッてやったらガチンみたいな。ありましたよね。はい。で、私が言ったのは、と言いますか、焦点は抑えられるか否かなので、まあ制圧できるか否かですよね。 制圧すらままならないのなら意味がないですよね。さすまた全面廃止で。<laughs> そういうことですね、はあ。やめた方がいいと思いますよ。はい。そういうことですね。グッててカチンってやったところで何も変わらないっていうことですね。はい。ちょっとこれいきますね。山田千代さん。実際、大山松達氏は強さ追求のためにバレエ教室に通っていたそうです。日テレの深い,い話で、角田、角田信明さんですかね。が発言していました。信郎さん。 角田信郎さんなんですかね。角田信昭さんじゃないですかね。はい、発言していました。うーん、その説は裏付けが取れないからどうかはわかりませんが、身体能力が優れているということでいいでしょうね。ってことですね、はい。まあ、これはね、あの、まあ、小山先生もそういった、そういったおっしゃってるところがあるっていうところと、 あの、他のね、海外の選手も、バレエっていうものとか、ダンスっていうものを注目をして、えー、身体能力を向上させるために、えー、それをやってるって話はしましたよね。それをやるからって言って強くはならないけど、えー、身体能力を向上させるから芯が強くなったりすると。まあ、間接的に言えば強くなるっていう言い方はどうなんだろうな。パンチ力が上がるとか、そこら辺とこちょっとまた違ってくると思いますから、一概には言えないんですけど、 身体能力を上げることはあるということなんですけど、えっとですね、ここね、強さ追求のためにバレエ教室に通っていた。大山先生がバレエ教室に通っていたっていうところが、実際に本当にそうなのかっていうところは非常に難しいところですよね。これよくあるのは情報とかで、ま,あ、のまた聞き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 みたいな話があるから、本当にそうなのかなっていうのは私はわかりません。 はい。だからここの判断はわからないし、裏付けが実際取れるかってもうなくなってるので、わからないですよねって、ご本人が書いたりだとか、あえて書籍みたいに残ってるのはちょっとあれですけど、えー、っと、実際どっかで言ってましたっていうのもどうなのかなっていうのは私としてはあります。ただし、えー、バレエをやることによって身体能力が向上するってことは事実でしょうねということになります。 はい。ということで。はい。どうでしょうかちょっと以上を持ちましてですね。ちょっと米返し終了いたしました。これちょっと重要かなと思って、それをちょっとピックアップして、今回ですね、米返しとして紹介させていただきました。皆様ありがとうございました。はい。それではまた次回お会いしましょう。ギャルボーシューズ。ぶちかます。